Hello， 大家好，こんにちは，杜江です。今天这支影片是一支突然决定要拍的影片，就是要来采访大家他们对我的第一印象，还有他们跟我工作到现在有没有什么感觉到的文化差异。那为什么要拍这支影片呢？是因为之前我上传一些跟公司有关的影片，那下面会很多人留言跟我说希望看我们拍什么样的影片嘛。那就有一个人提到说他想要看公司的同事对我的第一印象，那我觉得很有趣，所以今天想说来拍一个突击检查，真的超紧张的。那我们就开始吧。はるこです。みんなからはるちゃんって言われてます。 SNS 周りだとか YouTube をルーさんと一緒にやってます。ランデブーのルーさんの生活と申します。ランデブーの世界観作りとか、あとお洋服のデザインとか、いろいろモデルとかも出てます。最近 YouTube も始めまして、ぜひ見てください。コッチです。私はランデブーの EC サイトの運用をしていて、主にその商品の販促スケジュールだったりだとか、撮影とかもろもろ全般的にやっております。私たちが今計画しているもので、また詳細を楽しみにしてください。そう、楽しみにしてください。エイナーの代表をやっておりますたくまです。メインの事業はファッションを第一線としてやっている会社でして、ランデブーというブランドとシェリゼというコスメのブランドで、最近はワカンという漢方なんですけど、ランドというブランドが入ったりとか、まあメインは EC メインで店舗運営もやりながら会社をやっております。エイナーのグラフィック関係を担当しておりますリアと申します。よろしくお願いします。ランデブーでプレスをしておりますミルミと申します。よろしくお願いします。エイナーのまさみです。ランデブーでは店舗マネージャーとの他もろもろたくさんやっております。おしゃべりでバーって話してびっくりしました最初は私の性格的にちょっとグイグイ初めての人と話せないから、ちょっとおってびっくりしたんですけど、でも今はもうめちゃくちゃ話して楽しいからかおるちゃんを初めて実際に会わないで知った時は、たくまくんと付き合った時とかに出会ってたことを知っていたから、その時はでも可愛らしい印象だから、なんかこう喋っててもふーみたいな感じなのかなって勝手に思っててで、そこから何年か後にちょっと会う機会があって、初めて会った時にちゃんと物事もはっきり伝えるし、しっかりしてて、その見た目とのギャップが激しすぎてびっくりしたっていうのが初めての印象というか、なんか感慨深いですね。縁が一番最初ですよね。おとなしそうって思いました。めっちゃうるさいです実は本当にルーさんと出会ったのがもう8年前とかかな。今私29歳なんですけど、本当21歳ぐらいの時にルーさんに出会ってまして、あの時のルーさんの印象はパワフル、一言で言うと行動力がすごいなって思ったんですよ。その北海道まで来て、日本に来て、こういう風に一緒にお仕事もできて、なんかすごい行動力ある方だなと思って、でそこから数年ぐらいだよね、期間が空いて新たに再会をした時の印象は、8年前のパワフルさは持ちつつも素敵な感じがすごい入った、いい意味で冷静になってて、なんかまたすごい印象が変わったなっていうところが僕の2回目の第一印象でしたね。いやでも私社長に対しても同じ感じですよ。あれが成長できてですね社長のなんかお知り合いっていう感じで聞いてて、すごいめっちゃできる台湾の女の子が入ってくるって聞いてたんですよ。で期待してました。本当に素晴らしい方が来てくれてっていう印象でした。ルーさんの第一印象は静かな感じの方なのかなって最初は思いました。こんにちはみたいな感じで、その時はまだ静かな感じのイメージでした第一印象は可愛らしいリス、パッて見て、あルーさん可愛らしいリス見たいみたいな第一印象でした今はこんなに素直な人はいないんじゃないかってぐらいまっすぐで素直、本当にめちゃくちゃ分かりやすい。だから落ち込んでるなとか、今日いいことあったんだなとか、そういうのがちょっと一発で分かったり、今日の朝も質問されて答えてルーさんが「うんうんうん」って言ってたんですけど、分かってないなみたいな一発で分かって、やばい、これ社会人としてどうかな。いや全然、だから多分嘘つけないんだろうなと思って、でもそれはすごいいい意味です。いや今はもう面白すぎて私の中では本当にハッピーキャラなんですよ。私が「あちょっとなんか今日気分下がるな」って時は、多分何も言わずともこう背中にこう手を乗せてやってくれるし、会議しててもハートを送ってくれたりとかするし、なんか本当にいるだけで幸せな気持ちになるような太陽みたいな人ですよ。ありがとうございます。かおりちゃんがいると場が明るくなるんですよ。それが本当に
一番の魅力だなって、一緒に仕事をし始めた時から感じてます。今は本当に無邪気な子供ほんとなんか赤ちゃんみたいです、ルーさんは。赤ちゃんって何ですか自分のいい意味で思ったことは全部伝えるし、本当に顔に出るし、てかルーさんが元気ない時はなんか、ルーさん今日大丈夫ってつい言っちゃう。可愛いんです、とにかくルーさんはすぐこうやってやってきます。なんか気持ちをちゃんと伝えないとそういうとこが全部なんかキュート、いい意味で本当に赤ちゃん。今は前のそのすごいこうガーッと勢いのある感じっていうのももちろん変わってないんですけど、入社した時はしっかりこう考えるっていうところがすごくあって、なんか前以上にチームワークをすごくなんか考えるようになったなと思う。まあ時間経って見てみると、なんかスキルもあるし、プラスアルファですごく周りをこう見ながらレベルが上がってるっていうのが僕は最近すごい感じてます。今は気さくでフレンドリーで、日本人だと結構一つこう壁があって喋る感じ、うんうんうん、だけどなんかルーさんだとすごい何にもなくてフレンドリーでっていう感じですね。ルーさんは入ってすぐ分かったんですけど、全く同い年で社員ではあるけどすごい友達感覚みたいな感じなので、結構2人でなんかくだらないことでずっと話してたりとか、全然静かな子じゃなかったなって思います。なんと誕生日の6月7日まで全く一緒なので、本当に同じ年の同じ日に生まれたっていうことが途中で発覚して、不思議なことにオフィスでそれぞれお昼買いに行ったのに同じもの買って帰ってきたりとか、あとなんか好きな男性のタイプとか好きな趣味とかも本当になんかちょっと気持ち悪いぐらい似てることが多くて、なんか誕生日の縁ってすごいなってすごい ね、 そうですね、感じてます。私のインスタアカウント最初ヤマピの誕生日ついてるから、はい、めみさん知らなかった。そう、気づかなくてそれはヤマピの誕生日でしためちゃくちゃ真面目で、なんか最初は真剣とか別に何にも思ってなくて、ただ可愛らしいリスみたいだなって思ったんですけど、きめ細かくちゃんと仕事してるし、もちろんなんだけどね、でご飯食べるときはもう美味しいものは美味しいってすっごい表現してくれるから、めちゃくちゃ素敵な人だなと思って今思っております。ありがとうございます、はい私たち結構チャットで話すときに白目って使うじゃないですか。台湾だとなんか空気読めない、そう KY って感じです、意味なんですよねでもそれ日本だとあやばいやばいみたいな感じで使うから、ちっちゃい意味合いの違いでも同じアジアでも違うんだなって思ったことがありました。あとめちゃくちゃストレートに物言うなって思います。はるちゃん好きとか本当に恋人よりも多分リュウさんの方が言ってくれますだからその感情とかクリエイティブ肌の人となんか結構ロジカルに考える人っていると思うんですけど、リュウさんも完全に感覚派で、もアイデアとかめちゃくちゃ出るし、やっぱそこはやっぱ YouTuber とかインフルエンサーだなって思います。だから絶対にアイデアに困らないのが本当にすごいなと思って、私は結構なんかどうしようってなるんですけど、ルーさんはポッポッポッポ出てくるから、あじゃあそれやりましょうっていつもやってますよねハルちゃん謙虚すぎ。いやハルちゃんがめちゃくちゃ仕事できますよ。いや全然、なんかハルちゃんも今私の扱い方分かってて、でハルちゃんがドゥちゃん箇条書きでいいので書いてくれますかって聞いてくれて、で私ちょっとすごい簡単に箇条書き書いたら、ハルちゃんがすごく綺麗なものをでまとめてるもので送ってくれる確かに確かにあとはなんかこれは私が勉強になったことなんですけど、結構口頭でのコミュニケーションよりテキストの方が伝わりやすい。多分英語で働くってなったらきっと文字の方がゆっくり理解できるし、本当に大事なこととかはバーって話してテキストにして見せるっていうのがなんか外国人と働く上で大事だなって勉強になりました。カルチャーショックっていうか表現がストレートなので、カオルちゃん私結構ストレートに伝えづらいから、ストレートに言ってくれるんですよ。多分なんか大好きですとか、いいです悪いですもそうなんですけど、やっぱねないものを持ってますね、やっぱりね。憧れもあるし尊敬もあるし、いいなって思いながらも私もそうなりたいって思ってますよ。こんなんで語れないですよ。もうもっと尺が欲しいぐらいカオルちゃんのことは本当に面白くて感じちゃう。なんか猫と喋っちゃうし、オンとオフのオフが激しい分かりやすいんですよカオルちゃんは。そこがいいです。日本人は全てをこうやんわり伝えるところがあるんですけど、ルーさんは本当にあって思った言葉もバラララって悪気なく全部言うから、一個エピソードがあって、なんか社長が前使ってた香水あるじゃないですか。あ、そう
それがオフィスにポンって置いてあったんですよ。社長のものだったっていうのをユウさんは知らずに、すごく嗅いだ時に「はい!」って言ってみんなで大爆笑みたいなのがあって、なんかやっぱそういうのってあんま日本だとって思ってもそっとしとくそういうところがみんなあるから、それはめちゃくちゃ面白かったです。臭いとかじゃないんですよ、あの香水そもそも保存期間好きでます。あ、そっか、そうそうそう、そっか、そういうとこかわいいです。 YouTube のルーさんは元気いっぱいってキャラだけど、落ち込むときはしっかり落ち込んでる、そういう一面もあります。だからなんかつい慰めたくなるというか大丈夫ってすぐ言っちゃう。本当に大丈夫じゃないときはなんか絶対2回言うんですよ、大丈夫です大丈夫です、でも見えてるからありがとうございます。いい意味ですごくフランクなんですよ、親しみやすいっていうか何でも話せるし、でもなんか大変な時は一緒にこういろいろ悩みを相談しながらできたりとか、なんか本当にカルチャーショックといえばすごくフランク。8年前に一緒に会社をやった時に初めて一緒に商談に行ったんだよね、うん、そうで、その時に僕は割とこうスーツ着て行ったら、ルーさんが多分入学式の時の服を持っていて、でその服がスカートだったんだけどめちゃくちゃ短くて、ね、ちょっと待ってそれに行くのみたいな話をして、これが多分台湾の方の文化なのかなみたいな感じ。いや、ただ私社会人としての知識と日本で何が常識なのか分からなかっただけなんです。そう、でもそれが本当に僕は面白くて、であと商談が終わった後に商談相手の方がエレベーターまで送ってくださって、して、まあ、僕は「いや今日はありがとうございました」って言ったら、ルーさんは「バイバーイ!」やってるのがすごく印象的で。でも本当8年経って、この間なんか動画のちょっと打ち合わせがあって、したら本当に前とはもう考えられないぐらいすごく落ち着いた感じでしっかりお話ができてて、もうすごいみたいな。一番感動したのが、その8年前にまだお金が本当全然なくて、あの頃、うん、でも一緒に商談行くってなって、僕どうしてもルーさんに名刺をプレゼントしたかったんです、うん、であの当時だったら、まあ本当に今考えたらそこまで高くない名刺ではあったんだけど、でもそれをプレゼントできて一緒に商談行って、その名刺をまだ使ってくれてて本当に嬉しくて、それがっていうちょっと感動エピソードでしたいやね、私にとって本当宝物なんです。ありがとうございます。本当に僕はなんか結構ルーさんとは本当に長く付き合いさせていただいてるんで、なんかこれからもおじいちゃんおばあちゃんになっても一緒に楽しいことをやっていきたいなって。長いすいません長くてカルチャーショックはあんまりなかったかもしれない。話しやすいというか、いい空気をエイナーに持ってきてくれたなっていう印象はあって、私がすごいずっと言ってるんですけど、リュウさんに母国語じゃない言葉で働いたり仕事してるのが本当に尊敬で、私もこう海外に行って英語をこう学んでたんですけど、なんかそれを使ってなんか仕事をするって考えた時に、やっぱり私じゃできないなって思って、すごい尊敬してます。え、泣きそう日本人って結構思ってることはあんま恥ずかしくて言わないことが多いんですけど、ルーさんは結構一緒にいるとなんか今日も可愛いとか、みるみさん本当綺麗とか、なんか彼氏なのかなっていうぐらいすごい直球で言ってくれて、でもなんかそれがこうなんか愛情として伝わってくるから、なんか一緒にいてすごいなんか楽しいし嬉しいことが多いなって思います。それ素晴らしいなと思う、ちょっと真似したいなと思います。働く上で私は逆にカルチャーショックというかがこう差が出てしまうのかなって思ったんですけど、なんか思ったよりなかった。もちろんちょっとこう言葉の壁がある瞬間はあるんですけど、ルーさん本当に日本語上手だし、なんか働いててなんかやりづらいって思ったこと一回もないので、逆になんか一緒に働けてよかったってすごい思います。カルチャーショックでしょ。何個かあって、まず本当にご飯美味しいっていう、もうね、なんか日本人の美味しいも伝わるんだけど、もっと心の入った美味しい焼き魚食べて世界一美味しいですって言ってたぐらいだったから、なんかご飯に対しての美味しいっていう気持ちの入れようが普通の人じゃないなと思ったのと、日本語すっごいお上手なんだけど、ダイレクトにこう話してきてくれるじゃん。だから日本人が言えないようなことをスパンって言ってくれるから、そこでみんなくすって笑ったりとか、いい意味でね、その日本語はそのままでいてほしいって思った1日に一緒にいたら10回以上は笑ってる、それで。Hello 大家，那我现在已经回家了。但我们看到我跟开头穿是不一样的衣服，因为这个影片我是分成两天拍的。今天第二天拍完之后呢，就忙工作，然后就忘记拍 ending， 所以我现在是回家拍。其实访问完大家是很害羞，就想说原来大家这样想自己的。
其实还蛮开心的。这边也很谢谢那位留言的观众，因为你的留言才让我有机会可以采访大家，再次谢谢你。好，那如果大家还有什么想看的影片主题呢，都欢迎在下面留言给我，那我看到觉得不错适合的话，就会拍成影片跟大家分享。那我们就下次影片再见，大家拜拜，再见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。